強盗殺人などの罪に問われているのは、住所不定の無職、三崎義和被告、二十八歳です。起訴状などによりますと、三崎被告は今年一月。鈴鹿市内のアパートの一室で。この部屋に住む近藤康夫さん、当時七十七歳の部屋に侵入し。首を絞めて殺害し。近藤さんの軽乗用車と。現金、二万五千円を奪った。 強盗殺人などの罪に問われています。また、このほか、鈴鹿市内のコンビニでタバコを盗むなど。7つの事件で起訴されています。今日、通地方裁判所で開かれた裁判員裁判で。三崎被告は、間違いありませんと起訴された内容を認めました。検察側は、冒頭陳述で。被告は大麻を買うための金が欲しいと考え。 ナイフを持っったた状態で被害者宅へ行ったと指摘。その後、首を手で締め失神させ被害者が意識を取り戻すと長袖シャツを首に巻きつけて絞め殺したと指摘しました。